ドリチーです。初挑戦してみたタイヤの手組み、ちゃんとできたところは前回の動画をご覧ください。できたはできたんですが、実は問題てんこ盛り盛りです。今回は DIY でタイヤを手組みしてみて起きたあれこれ、それを踏まえて今後のために僕がしてみたことを紹介します。まあなんというか笑えるものから、なんでっちゅうものや、後になってああそうなんだっていうもの、やってみて初めてわかったタイヤ手組みの実際って、やっぱり何事も自分でやってみるもんですね。そして今回そんなあれこれを踏まえてやったことやら、そして自分で自分の尻拭いの作業、皆様も疑問に思うようなこととかにも参考になるかもです。さてトラブルの1番目はリムガードをタイヤ内に置き忘れです。リムガードっていうのはホイールのリムにパコってはめてレバー傷がつかないようにガードするものです。安物を買うとすぐボロボロに裂けて役に立たないらしいので、僕は水道用の古いホースを切って使いました。バッチリ機能しましたよ。長いのを1本と短いのを2本なんですが、4個目のタイヤ作業をしてたら長いのが見当たらなくて、作業が全部終わって片付けしてもないんです。3個目のタイヤの中に忘れてきたんですね。かっこわら。短いのでも 22g もあったんで、さすがに放置するわけにいかず取り出してみました。でもこの作業で分かったことが一つ、組み上げた直後のタイヤはビード落としが超楽です。一発でサクッと落ちます。次はこれ、タイヤに黄色の丸がついてます。この部分がタイヤの全周の中で一番重量が軽いところっていう印です。一方ホイールはエアバルブの部分が一番重そうだから、この2点を合わせるとバランスがいいだろうってな話です。手組み作業が終わって走行テストなんかして、後日見るとずれてるんです。しかも高確率で。僕も焼きが回ったもんだね。疲れるとこんなことをするんだなぁと。しかしさっきの忘れたリムガードを取り出した3個目のタイヤは絶対合わせたはずなのに走行後にずれてました。理由は次の3番目でわかりますよ。これです。シリコンオイルスプレー。タイヤはめ替え作業っていうのはほぼこのビード部分を扱う作業なんですが、ホイールのリムとタイヤのビードははめ合いがシビアなので、ビードクリームという専用品を塗って作業を楽にしています。ところがビードクリームの持っている潤滑性だけに注目して、代用品でシリコンオイルを使ったのが大こけの原因でした。組み上げた後のタイヤとホイールはピタッとくっついて動いてはいけません。まあ分かりやすい極端な話、ブレーキをかけてもタイヤがスルスル動いて回っていては止まれませんよね。ビードクリームは潤滑性も持っていますが、組み上げ後は速やかにその潤滑性がなくなって、ホイールとタイヤがピタッとずれなくなるんです。というわけで、ビード部分にオイルを使うことは厳禁です。いつまでもぬるぬると滑りますからね。後でオイルを除去している動画を紹介します。ホイールに新しいタイヤを組み付けたら、空気を入れてビードを上げます。普通のホイールに普通にサイズの合ったタイヤなら、爆発させるなどの特殊な方法をしなくても、普通に電動の空気入れでビードは上がります。なので空気を入れる前に虫を組み込んでから空気を入れましょう。僕のようにそれを忘れて空気を入れてしまうと、虫を組み入れるときにせっかく入れた空気を漏らしてしまうので、またまた時間がかかってしまいます。タイヤ手組みで一番厄介な作業はビード落としです。適当に木材とロープで装置を作ってみたのですが、
合計60回ぐらいお尻でグイグイやったのでお尻が痛くなっちゃいました。タイヤレバーだけでのビード落としなんてできそうもないですし、基本的にはこの仕組みはいいと思うのでグレードアップ版を作ることにしました。ビード落としがタイヤ手組み作業の中で最も肝な作業っていうのは分かってもらえたと思います。このスケッチは僕がうちにあるものでできそうなビード落としのアイデアいろいろをメモしたものです。これらのうちいくつかは実際にテストしていったのでその様子をご覧ください。4年ちょい使ったタイヤのアウトサイド側のビードはとにかく硬くて、タイヤのサイドウォールがベゴベゴに変形してしまうほど押し付けてもなかなかビードが落ちません。ボツになった方法は力がかけにくかったり、位置がはっきりしなくて安定しなかったり、セッティングがややこしかったり、安全っぽく作業ができなかったり、ホイールに傷がつきそうだったりといろいろあります。最終的にアイデアその4を進めるのですが、車庫の中ほどにある鉄製の柱を利用した装置です。結局こんな状態のままビードを落とせたのですが、どのみちシリコンオイルを除去するのでもうちょっとマシな感じに作り直してみます。楽にビードが落とせそうな時用の木片バージョンとガチガチのビードに使う鉄の爪バージョンを作ってみます。どちらも木材へは木ネジでの取り付けとして角度も調整できるようにします。鉄の爪バージョンは14インチ、16、17インチのホイールリムの R に合うようにしてみます。鉄の爪バージョンは 4.5 ミリの板の先端と 2.3 ミリのベース板にスチール棚の長々開いたアングルを使います。すべて我が家に転がっていた廃材です。鉄の爪バージョンは2つ作ったのですが、爪に角度がついた真剣バージョンだけをちゃんと仕上げました。木片バージョンと鉄の爪バージョンはどちらも木ネジで材木に取り付けるので、材木を180度くるっと回すだけでどちらのバージョンも使えるように工夫しました。それでは新型のビード落とし装置を使ってタイヤを外し、例のシリコンオイルをきれいに除去しましょう。僕も無知だったんですが、 YouTube にいっぱい出てるんです。シリコンスプレーや CRC556 を使って手組みをしている動画が。僕のこの動画を見たあなたは超ラッキーです。オイルは絶対に使わないでくださいね。僕は今回ビードクリームの代用品として台所用中性洗剤の原液を使っていますが、これもいいのか悪いのかは分かりません。皆さんは良質なビードクリームを使ってくださいね。外したフルタイヤですが、状態のいいフルタイヤはヤフオクで意外な高値で売れることもあります。もちろん状態によりけりです。僕がかつて三岡01で12年間使っていたブリヂストンポテンザ RE01 は4本セットで送料込み3000円で出品したところ、なんと2万3000円で売れました。最新版のタイヤが4本で4万円で買えるのに、12年前の中古タイヤが2万3000円です。驚きました。
とはいえ今回のタイヤは絶対誰も買わないので廃棄します。豊橋のカー用品店4件に問い合わせたところ、イエローハットの1店舗とジェームスが1本330円、イエローハットのもう1店が500円、オートバックスは660円でした。最後にタイヤバランス、ホイールバランスについてです。今回僕はバランス調整をしていません。このクラウンはおばちゃんのスーパー買い物専用車と似たような使い方なので、ほとんど高速走行の機会はありません。なのでアンバランスでシミが出たらタイヤ専門店にバランス調整に行こうと思ってます。ちなみに1本500円から1000円が一般的な工賃らしいです。ホイールバランスのアンバランスによるシミは低速域でも出ることがあるようなので、もちろん皆さんは普通にホイールバランスをタイヤ専門店に調整してもらってください。僕のタイヤ手組初挑戦の裏側で起きたあれこれ、楽しんでもらえたでしょうか。新作した鉄の爪バージョンのビート落としは使えていないので、また活躍のシーンをお届けしたいと思います。いつもドリチーファンズをご覧いただきありがとうございます。ドリチーでした。じゃあまたねー。